フアンダモンカサレス・セビジャーノは、エクアドルのサッカー選手。エクアドル代表。ポジションは MF。エスメラルダス県ンインでで生まれ、幼い頃に、グアヤ・キルに引っ越し、2006年に14歳で、バルセロナ SC の下部組織に加入した。しかし、出場機会に恵まれず2009年に CS ・ノルテ、アメリカに移籍、同年 CSD ・インデペンディエンテ、JT に移籍。 インデペンディエンテデルバジェでは2009年にセリエ B で選手デビュー。9月6日には選手初得点も記録した。2010年1月にプリメーラディビシオンでアルフェンティーナの CA リーベルプレートに期限付き移籍。当初はリザーブチームに回されたが戦力として認められ、翌年8月に完全移籍。この時リーベルプレートは インデペンディエンテデルバジェから彼の所有権の50%を50万ベイドルで買い取り、残り50%は100万ベイドルで後に売られることとなった。2011年12月7日のコパアルフェンティーナでアレハンドロ・ドミングスに代わって出場し、アルゼンチンデビュー。ディーベル・プレートで初めて出場したエクアドル人選手となった。2012年には B チームでレギュラーを取って、 U-20 コパリベルタドーレス2012で最優秀選手に輝いた。2012から13シーズンに先立ってマティアス・アルメーダ監督が彼をトップチームに帯同させた。2012年8月26日にマヌエル・ランシニと交代で出場し、プリメーラ・ディビシオン初出場。次節にはスターティングメンバーに抜擢された。 しかしアルメーダ監督が解任されラモンディアスが監督に就任すると出場機会は減少。レンタル要因となった。2013年2月25日にフルスバルセロナ SC に6ヶ月の期限付き移籍。3月10日にホセアジョビに代わって出場し初出場。しかしもう1試合に出場したのみでレンタル期間が満了した。2013年7月10日に プリメイラビーナシオナルの CA、バンフィールドに1年の期限付き遺跡、アルメーダ監督の下で再びプレーすることとなった。8月5日にプリメイラビーナシオナルで初出場。12月7日に初得点。ここではレギュラーとして38試合に出場し4得点。リーグで優勝し一部昇格に貢献した。2014年7月にレンタル期間を18ヶ月延長。 150万ベドルでインデペンディエンテデルバジェが保有している彼の所有権の50%を買い取る条項もついた。2016年12月27日にカンピオナーとブラジレーロセリエのアトレチコミネイロに加入することで合意。アトレチコミネイロはインデペンディエンテデルバジェから150万ベドルで所有権の50%を買い取った。年明けの1月4日に合流したが、 全所属クラブとの手続き上の問題から登録は2月23日までずれ込んだ。2月24日にコパリベルタドーレス2016で移籍後初出場。3月17日の同敗 CSD コロコロ戦で初得点。カンピオナート・ブラジレーロ・セリエ A では5月14日にサントス FC から初得点を挙げた。コパアメリカセンテナリオに帰還した6月に AA ポンチ。 プレッタ、SC コリンチャンスパウリスタから点を奪い、月末に、ボタフォゴ FR からは2点を奪うという好調を見せた。しかし、レギュラーとして定着してきたところで太ももを、負傷、1ヶ月ほどの離脱となった。12月7日のコパド・ブラジル決勝では、自陣から得点を決めたが、2000合計で3から1となり敗れた。同年10得点で、ロビーニョ、ルーカス・プラット、 フレッジに次いでチーム4位の得点を獲得。2017年は4月27日にコパリベルタドーレス2017で初得点。5月4日には同杯で2得点。7日にはカンピオナートミネイロで決勝点のアシストをし、アトレチコミネイロで初タイトルを獲得した。U-20 代表として2011。 南米ユース選手権と2011フィーハユーマイナス20ワールドカップに参加し、前者ではコロンビアユーマイナス20代表から得点した。2014年9月6日に行われた A 代表のボリビア代表との親善試合で、スターティングメンバーになお貫発出場、1得点を奪い代表初得点も記録した。その後代表のレギュラーに定着し、コパアメリカ2015、 コパアメリカセンテナリオに出場した代表での得点一覧ありがとうございます。